いやー、やっと2人きりになれたね大丈夫ですか、ね、今夜はね2人でしっぽりと、いつもはこううるさいねジジイがいるからさ、こういう機会もなかなかないけどね。そうですね、まっとふざけてる場合じゃありません、今私たちはですね、伊豆赤沢温泉郷に来ております。静岡県伊豆高原にある DHC 伊豆赤沢温泉郷。東京ドームおよそ5個分の広大な敷地には、宿泊施設はもちろん、相模湾を一望できる大露天風呂やスパやエステなど日帰り施設も充実。心も体も潤うリゾートライフが楽しめます。最寄り駅から無料送迎バスでおよそ15分とアクセスもバッチリ。真鍋さん、はい、やっぱりね2020年今年はね、うん、もう改めて言うまでもなく新型コロナウイルスショックで、うん、で、日本経済は大きなダメージを負いました、はい、中でもですねこの旅行業界もう散々なことになったわけなんですけれども、うん、私たちはですね、今日、この DHC 伊豆赤沢温泉郷に来て、今このリゾート業界旅行業界の現状がどうなのか、うん、このつぶさに観察しましてね、はい、じゃあこうしたらいいんじゃないかみたいなね、うん、こう提言をさせていただきたいと思います。ニュース女子でおなじみの真鍋さんは主婦目線で津田さんをサポート。2人を案内してくれるのがDHC 伊豆赤沢温泉郷の三橋みなみさん。ということで今どういう状況になってるんでしょうか。そうですね、 GoTo トラベルキャンペーンが始まるまではかなりこちらも大きな打撃を、はい、受けまして、キャンペーンが始まってからはあのお客様、宿泊のお客様は戻りつつあるんですけれども、うん、日帰りの施設の方ではなかなかまだお客様が戻られない状況にはなってます。というわけで経済ジャーナリストの須田さんに課せられたミッションは、旅行業界を復活させるための提言を示すこと。まずは DHC 伊豆赤沢温泉郷の中核になります赤沢温泉ホテルからご案内させていただきます、はい、自然の彩りに溶け込むシックな外観の赤沢温泉ホテル。まず2人が案内されたのは和のくつろぎと洋室の機能性を併せ持つスタンダードな客室。ホテル最大のセールスポイントがですね、窓を開ければ相模湾が一望できる。あらららららら、はい、ます。わあ気持ちいい、すごい綺麗ですよ須田さん。本当、伊豆の海ってこんな綺麗なんですね。客室は全室オーシャンビュー、窓を開ければ雄大な相模湾が一望できます。部屋に入っただけでこれだけのね魅力満載っていうのが出てきたわけですから、はい、他の施設回ったらそうですね、どうなの三つさんびっくりするようなあの絶景のお風呂などもありますので、うん、はい、ということでね大浴場の方に来たわけなんですが、はい、残念なことに、うん、残念なことにですね2回ですね、婚約じゃありません。視聴者的には、うん、やっぱり真鍋さんということになるのかな。あ、そうですか、いいんですか、真鍋さんにちょっとじゃあ入っていただきましょう、はい、どうですか。俺だよ俺、この真鍋が入るわけねえだろ、残念でした。ということで温泉リポートは須田さんが担当。ところが、いやちょうどいいんじゃないですかね。視聴者の皆様、とても見苦しいポロリ大変失礼いたしました。この他にも日帰り温泉館には壮大な景色が見渡せる日本最大級の展望露天風呂が、大海原を浮遊しているような感覚が味わえると大好評なんです。広大な敷地を誇る赤沢温泉郷、移動にはカートがおすすめ。豊かな自然の中のドライブいいよね。本当ですね、なんかどんどん距離が縮まっていくね。それはないですちゃんと真面目に運転してください。ここからは日帰りでも楽しめる施設をご紹介。
まずは日帰りでも楽しめる施設としてまずご紹介させていただくのがこちらのビストロ赤沢伊豆高原でございます。2019年9月にオープンしたビストロ赤沢伊豆高原、こだわりはオープンキッチンに設置された石窯オーブンです。料理長が厳選したブランド牛など石窯でジューシーに焼き上げます。今回いただくのは土曜休日限定で提供されているこちらのランチメニュー。お待たせいたしました。いよいよメインですね。メニューです。おー、すごーい。メインはこだわりの石窯オーブンで焼き上げたこちらのローストビーフ。私ね、ローストビーフにうるさいんですよ。あ、そうなんですね、ローストビーフにはこだわりがあるという須田さん。果たしてお味は？なるほどね、ギュッとなってる。へえ、須田さん、それだけですか？石窯オーブンの遠赤外線効果で肉の旨みが閉じ込められ、柔らかくとろけるような食感になるんだそうですよ。いただきます。お肉の旨みが本当にちゃんとしっかりあるっていう感じです、もうありとあらゆる最近ね、ローストビーフ食べてるんだけども、その中でベスト3に入るな。真鍋さんはベスト1ですけどね。ありがとうございます、夜はディナーコースやアラカルト料理も楽しめるビストロ赤沢伊豆高原、皆さんもぜひ一度お立ち寄りください。続いてはボーリング場でございます。なんか和風な佇まいでボーリング場になりたいですね。純和風の外観が特徴の赤沢ボール。和の色調で統一された館内には20レーンを完備。日帰りで手軽に楽しめるスポーツとしておすすめです。なんか緊張しますね。そうですね、何年ぶりぐらいですか？いやー、もうね、40年以上ぶりですね。ちょっと待って、ボーリングをやるのは40年ぶりだという須田さん、真鍋さんの前でいいところが見せられるのか。いきます。まずは真鍋さんの1投目。よかった、久しぶりにやった残りは4ピン、スペアなるか。その一生懸命なくていいですからね。あ、すごいな。やった、見事スペアを取った真鍋さんに対し須田さんは、あー、全然だ、勝てるかも勝てるかも。さらに、あー、まさか、なんだ2回投げて1ピンも倒せず、須田さん、これじゃ真鍋さんは振り向きませんよ。次はフィットネスクラブをご紹介させていただきます。こちらです。最新鋭のマシンを完備した赤沢フィットネスクラブ。体力増進や健康維持、シェイプアップなど目的に合わせたトレーニングができます。実はジム通いで15キロの減量に成功した須田さん、最も気になるのが、まあ、これだけ最新鋭のマシンが揃ってるっていう中で、一番高いマシンで鍛えてみる。そこですか？鍛えたいの。一番高いマシンとは一体？一番高いのはこれです。こちらは下半身を効果的に鍛えることができるレッグプレスマシン。お値段なんと180万円、ということで高級レッグプレスマシンを須田さんが体験。いただきます、太ももの力を使って後ろに下がってみてください。そうですか。なるほど、なるほど。あ、軽く上がりますね。だいたい男性目安の重さなんで。ああ、なるほど、はい、あ、いいね、これすごい。須田さんかっこいいですよ。かっこいいですか、今日初めてだね。今日初めてこの後は日帰りで美人になれるかも、豪華スパが続々登場。おいしいよ。DHC 伊豆赤沢温泉郷、日帰りでも極上の癒しを体験できる施設がこちら。
はい、スパの方に来てるわけですけれども、はい、ここからですね、スパ担当の専門の担当の方をですねお呼びしましてね、その方にちょっと案内をしていただくというそういう段取りになっておりますんで、はい、失礼します。赤澤スパを案内してくれるのは篠田芳子さん。日常を忘れ疲れた体をリフレッシュできる至極の空間赤澤スパ、ここからは水着に着替えて体験してもらいます。ララララ、やっぱりスタイルいいですね本当にね。このお店は何だかよくありませんけれども、ちょっと待ってください、なんか怪しい雰囲気になってますけどじゃあいきなりだってさ水着のまま登場すると失礼かなと思って、はい、なるほど、形違いですよちょっと待ってください、ね、その方が誰も得しない須田さんのサービスはさておき、まず案内されたのは、一応ここが深層水のプールになってます。こちらは海洋深層水のプール、赤沢沖の深海800メートルから汲み上げた新鮮な海水を温めプールに使用。豊かな海水に身を委ねることでリラックス効果が得られるのだといいます。さらにプール内には様々なアトラクションが設置され、運動不足の解消やマッサージ効果も得られます。まずは逆流水のエリアから。あるここにものですね。おお、なかなか進めない。怖かったら捕まっていいですかね。いやもう早く行って逆流水のエリアを抜けると足つぼエリア。こちらはマグナムジェット、強力なジェットで体を浮かし全身をマッサージ。下からこういっぱい押し上げられる感じで気持ちいい。ちょっとカメラマンさん、なんで俺だけさん撮らないで真鍋さんだけ舐めるように撮るわけ。そこで一応ご要望通り津田さんも撮影します。あー、なんかちょっと股間に当たる。赤澤スパ、これだけではないんです。プールを出て向かった先にあったのは緑色に光るドーム。一体これは。どうぞ。はい、うん、そうですね、そのまま行っていただいて。あ、いい匂い。あー、ほんとレモンのいい匂い、すごい爽やかな香りがしますね。こちらはヒーリングドーム、室内はアロマの香りで満たされていて深いリラックス効果が得られるのだといいます。心が落ち着く感じがします。ここでドラゴンニュースやったらいいかもしれないね。穏やかなのでね。ソルトピットは塩の結晶が空気中の塵を閉じ込めた正常な空間。ここで深呼吸をすることで免疫力が高まるそうです。さらにこちらはボディパックをしながらスチームサウナを楽しめるタラソハマム。薄く塗るような感じですね。あー、伸びがいい。届かないから出てね。背中ですかね。塗りますか。ありがとうございます。結構です。意外と遠慮深いね。今回の旅の締めくくりは日帰り温泉館で受けられるタイ古式マッサージ。ストレッチとマッサージの融合に須田さんはもはやただの慰安旅行、完全に今回のミッション忘れちゃってます。はい、今私たちはですね、はい、朝食をいただいてるんですが、真鍋さんが洋食、私が和食ということで、これもまた美味しそうですよね。本当すごい贅沢ですよね。宿泊者には伊豆近海の旬な魚介類や新鮮な野菜をふんだんに使った和洋折衷の朝食バイキングが、50種類以上の多彩なメニューが並びます。視聴者の皆さん、本当に赤沢温泉郷いいとこですよ。充実してました。今度ね、こんなねカメラマンとかいないところでさ、ねしっぽりと癒されに行きたいな。あ、もう絶対嫌です。ちゃんと一人で来ます。あれおかしいだこれ、別に遊びに行ったわけじゃなくてね、いろんな提言したんだけど全部カットになってんのこれ。
全部カット。おかしいよ編集これ。そんなこと誰が信用するの。いや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 、なんでこれ。だからあのビーチなんとかさんとほとんど変わらないじゃないのよ。何しに行ったの須崎さん。本当にいつまで続くのかと思ったわ。いやいい、でもどうですか役者さん、いいとこでしょ。いいとかね、場所は。ただ僕、VTR の最中にあの外行って、何ですか、見てなくて、みんなにサインしてたんで、全然見てなかったじゃないですか、すいません、いいところです。ただね、サインしてたけど、ね、寒い寒い、今、外、だからね、皆さん、こう立ってご覧になってる方ね、本当寒いですよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、見て、あったまってくださいね、それ、はい。ということでも楽しそうでしたね、はい、楽しかったです、本当にいいところなんでね。でちょっとね、ちょっとこんな企画立ててみたんだけれども、はい、賛成してくれるかみんなにも関係するところなんですけども、はい、どうですかね、視聴者の方へ向けて、ね、募ってですね、虎ノ門ニュース出演者と行く、ね、出演者と行く虎ノ門バスツアーどうですか。虎ノ門バスツアーどう。視聴者の誰の案ですか。誰の案それがもしかして、結構さ、あれだけ言ってきた後の提言それなの。そう、ちょっとだってみんな行きたいと思うよ視聴者は。でもね、まあ、実際の話、赤沢温泉、私、仕事で委員会ぐらい行ったんですけど、いいとこです、いいとこですね、これで、実はね、うん、個人的なこと言うと、うん、うちの娘が大学の時に、うん、あそこ行きたい言うて、友達と二人で、卒業間際ぐらいになんか行ってるんですよ、よかった言ってたけどね、うん、はい、そうですね、女性がね、結構こういろいろ楽しめるメニューもありますね、多いですよね、あと、ボーリングさ、ちょっと我々世代であれダメよ、おじきわざとやったんですか、あれ。いや、本気でやりました。あ、そうですか。今度はさ、姫と二人で行きたいね。いや別に私と須田さんが行ってもあんまり。だけどあの絵もちょっと妙でしたね。妙でした。なんでどこかが。いやなんかね、若い綺麗な女性と一緒に、どう考えてもだから仕事の調査で行ってるっていう絵じゃなかったですよ。だから提言したじゃないですか、視聴者と一緒に。